浅草文化観光センターは東京都台東区雷門2丁目にある観光案内所などからなる複合施設である。浅草上み門前に位置する。この地には2階建ての銀行の建物があり、銀行が撤退した後の1985年に台東区が買い取って浅草文化観光センターを開設。その後建物が築50年を過ぎ老朽化が進んだことから2008年に コンペが行われ、熊健吾の案が採用された。総事業費は約16億円で2012年4月にリニューアルオープンした。このセンターの正式名称は東京都台東区立浅草文化観光センターという平屋の家屋を縦に積み重ねたようなデザインで各層の高さや屋根の角度、内装はそれぞれ変化がつけられている。それぞれの層には 杉の不燃材製の盾のルーバーが取り付けられている。熊はデザインの意図について敷地が広くないためペンシルビルにならないよう、また浅草の街並みに合うように平屋を積み重ねたデザインにしたと述べている。1階は日本語、英語、韓国語、中国語対応の案内カウンターや外貨両外所2階には観光情報コーナーが設けられた。 6階は階段上の多目的スペースで7階の展示スペースと共にイベントなどに使用可能である。最上階の8階は無料の展望テラスとなっている。当初計画では高さ41.25メートルであったが街並みの調和を損なうとして浅草寺や地元商店街から反対の声が上がった。結果的に2メートルほど縮小し高さ38.9メートルとされた。 2012年にはグッドデザイン賞を受賞している。ありがとうございます。